できる人の方が、うん、こういう答えがない時代においては武器になるんじゃないかな、はいの人間の根本的なことってそんなに変わってない、うん、昔、これをやってた意味をデジタルのフィールドでどう置き換えるかっていうことが分かる人は結構強そうですね。る <music> る社会っていうのを考えると あのデジタル化される前の社会っていうのは、特にあの職場、やっぱり体育会的なところが割とはびこってたわけじゃないですか、特に営業の世界とか、はい、で私たちがちょっとまあ、初期の頃ですけど、僕はもう53になってるんで、1990年にあの入った頃っていうのは、まだイケイケでバブルの頃で、なんか分かんないですけど、もう、あの上の言うことはもうすべて正しいみたいな、いう話でもう、ボスマネジメントで世の中回ってると。 でただそれがやっぱりこバブルの崩壊だけじゃなくてデジタル化題になるとあのいろんなタイプの人たちがいろんなその働き方で活躍できるっていう風なスタイルにこう、まあ、当然ながら今世の中変わってきてると思うんですね。だから逆にボスマネジメントやってる方が相当今ちょっと苦しんでてあの何をやるにもパワハラって言われてしまうという話で <laughs> ちょっとやっぱ困ったな森とみたいな話になっちゃってるんですけどあのやっぱりデジタル人材っていうのはそういう風にあにそれぞれのタイプって っていうのがあのどういうふうなタイプだってもデジタルとのこう付き合い方で自分が活躍できるフィールドとか自分の特性を伸ばすっていうことができるような社会じゃないかなと平等ではなくて公平っていう言い方は僕はよくするんですけどあの公平によるにはやっぱり自分が苦手なところはコンピューターにお願いしてで得意なことは自分が時間を使ってって話で行った方がいいと思うんですけど。 なんかそういうことをです、ね、僕らが言うとよく理想論だよね、森戸さんって話で言われることもあるんですけど、職場で,です、ね、いろんな人たちがこう自分の個性、特性を生かして活躍するために、必要なそのデジタルの使い方とか、まあ、その活用方法とか、まあ、そういうのって、なんか、さんなんかヒントかなんかかいですかねヒン,ト、まあ、ヒントですか、そうですね。 1なんかあ一個言うとですね、今日はさ僕、クラブハウスで、はい、朝日鉄工の木村社長といろいろ話してるときに、木村さんがおっしゃったのは、昔はデジ、まあ、彼はもう直接的に言いましたけど、スラックがなかったから、あのチャットがなかったんで、あの仕事の終わりにまとめて日報って書かなきゃいけなかったけど、あれってもう午前中のこと忘れてたりとか、意外と仕事終わったって思ってから、それから1時間ほど日報書くのって結構苦痛なんだよねと。だから仕事仕事事でで短文で ポンポンこうあの上司に送ってそれに対してスタンプで返ってきたりとかリアクションがそういうふうな形に今変わってんじゃないのとでそこがショートタームで承認とかされるからスラック最高みたいな話とかがあったんですけど、うん、なんかそんなところって、ね、なんかいろいろあるんじゃないかなと思ってカズさんどう見られてるかなっていうのがあってですね。なるほほほど、ほ どういうものが必要か。そうですね。まあ、十、まあ一つは、まあ、なまあ、これまでのやっぱそのコミュニケーションと違うのは、うん、まあお伺いを立てなきゃいけないとか、うんえー、まあメールもそうですよね。いちいちこう、お世話になっておりますみたいな、うん、とか、電話もそうですけど、うん、いや、こう、これまでの、 まあ、形式的な、形外的な常識は一旦を置いておいて、うん、必要なコミュニケーションを必要な人とやるってことが一つと、うん、あとはスラックとかの概念もそうですけど、勝手に巻き込む。っていうことは、勝手に巻き込むっていうのも、これまでの概念としてはあまりない発想だと思うんですよね。要は <laughs>、うん、情緒に言わないと、他の部署に言えませんみたいな。 うん、謎の,そのルートというか <laughs> はい、はい、勝手にそのもうね、うん、え関係者を入れて、うん、そこにもう勝手に情報を共有してますから、うん、まあそういったことが、えー、いやコミュニケーションの巻き込み方と誰を相手にしてこうコミュニケーションをするかっていうのは、うん、まあフ,フランクというか、まあ、そこをこう、まあ、本当に ピ,ピンポイントっていうのもあれですけど自分が今何その業務を遂行するためには誰にと誰を入れなきゃいけないかっていうのを考えられる力が必要かなっていうのがありますしあとまあ SNS とかまあそのクラブハウスとかもそうですけど、うん、まあ なんて言ったらいいんですかね、まあ、人とのつながり方っていうのが、うん、まあこれも、まあ、お大幅に違うというか、業務だけで、まあ、これ僕がその前職の途中からやってる、うん、意識的にこれやってるんですけど、例えば僕がクライアントで森戸さんがこう提案してきてくれて。うん えー、すいませんうちには会わないですって言った瞬間に、うん、この関係って終わっちゃう、うん、でこれを終わらせてはだめだっていうふうに途中で思ったんですよね、うん、なぜなら森戸さん面白いとか、うん、この情報を知ってると、うん、だから SNS でつながろうっていうふうにしていったとそうしていくとこうまあ基本出会った人が何かしらこう緩い関係性として、うん リアルからオンラインにつながっていく。うん、で、この人たちがたくさんいればいるほどなんコラボレーションしやすいというかこう、うん、相談する相手になったり、うん、まあそれは仕事の相談かもしれないしプライベートの相談かもしれない。うんうん、だからその SNS っていうのはもともとオンライン上のまあソーシャルグラフというかそこでの関係性みたいなものがあったと思うんですけど。まあ、それをち、まあ、いい意味で えー、どんどんこうひ広げ緩くこう広げていってるっていう状況をできる人の方が、うん、こういう答えがない時代においては、うん、いやこう武器になるんじゃないかなって、うん、それはすすごく感じますそうですねだからまあ文化の時代ってこう言われてまあ久しいですけどね、まあ、答えがない世界で非常にあの多様化してきて複雑化してきてとでその中で正解がないですと。 正解がないんだったらいろんな人たちとコミュニケーションして納得会をそこで探し出してお互い納得しながら進めていくというのが多分一番今の時代はまあいいんじゃないかなとでそうするとこうコミュニケーションというのが結構そのデジタル社会って重要になってきますとそれがこういうふうに対面でオーラルコミュニケーションで言葉っていうのは一見楽なんだけど あのやっぱりこう言葉って得意な人不得意な人いた,いたりあの僕みたいにこうね喋るのがめちゃくちゃ好きでペラ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 喋るようなやつとかいやちょっとそうじゃなくてゆっくりと言葉を選びながら喋る人っていうのがいたりとかでそうなるとチャットみたいなあのテキストコミュニケーションっていうのもそこに対してあの選択肢としては、まあ、あってもいいのかなって思うんですね。だからそうした時にやっぱりなんかな、まあ、ツールも含めて 1>, あの1個じゃなくて複数のものをこうなんかこう混在させながらやっていった方がいろんなタイプの人にフィットするって感じなんですかね今の時代は。そうでしょうねその、うん、おっしゃる通りいり話すのが下手ですとかまとめるのが下手ですとか、うん、だけどテキストの方が一回遂行することができるので、うん、いやそれを考えて整理して伝える、ままあ、それはこう、うん、いわゆるこう発信とかも。 動画で配信したい人もいれば、テキストで配信したい人もいるし。だけど、何でしょうね。安易に流されないというか、さっきの楽するっていう力学になると、テキストだけでいいじゃんとか、なんで会いに行く必要があるんですかっていうことになると思う。だけどピンンポイトに いやまあそこ今後もしかしたら、ね、このなんか熱みたいな人の熱も画面越しに伝わるとか <laughs> テキストでも伝わるかもしれないですけど、うん、それがないまだない以上は、うん、俺がこうしたいんだよとかもう本当に説得したいですとか、うん、相手がこん負けするほどの熱意みたいなのを伝えるには、うん、とか誠意を伝えるには多分なんか直接伝えた方がいいです。うん、いやそこをこうあの 僕は何かそういう,こう人間ってなんだろうみたいなことをよく考えるんで、うん、だからあい例えばな仲間にしたいんだったら、うん、仲間にしたい相手のためになることをやってあげた方がいいわけですよね、うんうん、ギブすればいいと、はい、こういうのも別に多分人間の,その歴史上あんまり変わってないはずで、うん、そういうことを抑えていきながら さっきのデジタルのコミュニケーションとかツールをこういや無駄なものは省いてそういうのを使っていくということを両方できれば、そうこうなんか、えー、これまでにない活躍いや活躍のスピード感みたいなのが出るかなと思います。うん、なるほどですね。僕今、カズえさんの話聞きました。チャットの方で質問が来てましたけど。 えっと、あのリーダーの気質があったりとか、ですね、えっと、雑談したくなる人っていうのは、周りの人に好かれてる人だと思うんですが、とそ,んなそのようになるには、どのようなことが必要なのかっていうのがちょっと気になりますよねということで,で、相手のために、えっと、ギブギブギブっていうのができてる人が好かれるイメージが強いですと、あと、た多分承認もそうですよね、周りがやってることをきちっと承認してあげるっていう人が、多分好かれると。 いう話になりますけどこの好かれたりとか、要するに周り,周りに承認してあげることで周りから信頼っていうのを得たりとか、まあ、営業の世界も多分、僕は一緒だと思いますけど、そういうのをデジタルのツールとかでやるとかいう話になってくると、まあ、そのスタンプだったりとか、いいねボタンだったりとか、まあ、ちょっとした手間をかけるという意味でいくと、コメントだったりとか、やっぱそういうふうな話になるんですかね。そうですねこ,そのこれ結果的な フィードバックはないですけど、うん、あの逆に僕が気をつけてることを、はいお,まあ、お話しすると、うんたまあ、例えばですけどこう、じゃあ朝一で森戸さんにこうメッセージをしますと。うん、一瞬こう伝えたい要件だけ書こうと思うんですけど、うん、立ち止まって最初におはようございますって入れるんですね。うん、<laughs> <laughs> とか えっと、それはまあ返信とかもそうですねこう教えてもらったことに対してありがとうございますとか、うん、まあその辺は何でしょうねこうテキストとかチャ,ッ、まあ、テキストチャットの怖いところって自分が要,なんか要求したこと、うん、とか伝えたいことを先に打ってしまって相手に対するこう敬意とかがなくなる可能性があるので、うん、まあこれ僕だけかもしれないですけどそこすごく注意をして、うん あとはまあまあそういう子いいねとかもそうですけど何でしょうね僕自身、まあ、気にしてるのはやっぱ貸し借りっていうのは結構気にしてるんですね、うん、はいはいはい、はい、僕がギブすることは結構いい,、うん、い,いというかあの例えば情報を提供するとか、うん、たその相談乗るとか、うん、そういうのは別に もうできる限りやるんですけど、うん、逆に教えてもらうことに対しての,、うん、あの、この借りはどう返そうみたいなのはやっぱ考えるんです。<laughs> うん、で、それが、えー、まあちょっと、なんでしょうね、すぐ返せないとか、うん、場合の、もうあくまでも工夫なんですけど、うんえっと、じゃあ今日森戸さんに何か教えてもらいましたと。うん、もう本当にありがとうございましただけでは伝えきれないんで、うん スターバックスの,あの <laughs> いいチケットギフト500円送りますみたいな。<laughs> はい、これちょっと飲んでくださいみたいなうん、うんで。別にこれは金銭を上げたいわけじゃなくて、気持ちを伝えたいだけなんです。だからそれぐらいちょっと感謝してますっていうことを伝える。うん、でこれも、これまでは例えばこう行って菓子、うんね、折り持ってきましたみたいな。 でもそれがなんか好きなやつじゃないかもしれない可能性もあるのでそういうのはだからこれもそういう文化もなんかデジタル、うん、デジタル化できて、うん、気軽にできるようになったし意外と思いは伝えられることができるんだなっていうのはあってですね、うん、だからその、うん、工夫というかそのもちろんいいねとか反応、うん、テキストで反応するってこと以外にも何か、うん、あの感謝を伝えることできないかなとか。うんうんうん そういうのを考えるると実は色々方法あるんじゃないいかななと思いますなるほどおも面白いなあ,のあれですよねだからさっきの菓子折りがそのまあスターバックスのい、e、いチケットになったりとか、まあ、その感謝の言葉っていうのをわざわざ行くっていうのができないんであればこういうふうに置き換えてっていうことであのデジタルのツールとかコミュニケーションツールもそうですけど、まあ、こうやってあのワークスプレイスもそうですけどそういうのが出てくると昔これをやってた意味を デジタルのフィールドでどう置き換えるかっていうことが分かる人は結構強そうですね。効率化されたからあの本当にもう先ほど一斉さんおっしゃったように「ありがとう」も言わずにいやとりあえず即レスで、うん、あのなんか要件だけパンパンと返すって話になると確かに効率的には使えてんだけどやっぱり人,人と人とのコミュニケーションなんでそういうところってうまくいかないよねというふうなところとかを、まあ、デジタル時代っていうのはさらに あの教えていくっていうことをもしかすればやらないといけないかもしれませんね、うんうん。あとはそういうコミュニケーションが当たり前になってくると逆に触れる逆に触れるというか、うん、その例えば、まあ、若い人とか、まあ、聞もう僕は聞、まあ、伝文ですか聞いてないですけど例えば20代の人たちからすると、うん、はがきの DM 届くって、うん、すごいなみたいな。私なで かいや、はがき届くんですかみたいなふうに喜ぶってこと聞いたことありますけど、うん、だけどじゃあ、わざわざそういうコミュニケーションで済ませられるのに手書きの手紙が来たら、うん、あわざわざそれ書くのに時間使ってくれたんだっていうちょっと思いをはせたりする、うんうん、これ、こういうのなんでしょう簡単に済ませられるようなことができた、うんあまあ、それが一般化すると、うん、時間をかけることの価値っていうのが。 はい、出てくると思うので、うん、それをこう、なんとか、そういうバランスをこう見ると、そのコミュニケーションとかも、うん、うまく、うまくというか、そうですね、いや、今日なんかねいやいい、いいところを教えてもらったなと思ったんですけど、やっぱこう、便利とか、やっぱどうしても IT 業界の人間って、効率的にやろうってするんですよね。 だからその短い分でもう相手にどうかするとスタンプだけ置くときは分かるでしょうって話とかあるんですけど昨日の夜ですね、えっと、NHK のアナウンサーの方々がクラブハウスやられててあのクラブハウスでのモデレートとかあのそういうの以外にもやっぱりオーディエンスの方とかが盛り上がるルームと盛り上がらないルームがあるとそれは何が違うかってなると例えば僕と川添さんがこう話しててもこの2人だけで分かる会話じゃなくてオーディエンスいるんだから。 この会話の中からオーディエンスにどういうことをなんか伝えたいっていうことが分かってしゃべってる人と、うん、単純にここがし楽しくしゃべってる人、はい、要するにあのオーディエンスあの置き去りみたいな話 <laughs> っていうのが何が違うのかなってこう言われてるとやっぱそれっていうのはそのビジネスにおけるビヘイビアじゃないですけどやっぱお作法でビジネスっていうのは最終的にお客さんからの信頼獲得合戦なんで、うん、あの失礼なことをやっちゃいけないだけじゃなくて信頼を獲得しなきゃいけないってなると やっぱりさっき川添さんおっしゃったように何かこう何かしてもらったらそれをちゃんと返すとかお礼を返すとかですねそして何かちょっとあの相手が困ってる時には丁寧に対応するとか、まあ、そういうふうなところをきちんとやっぱ考えながらけどあのツール自体がコミュニケーションも含めてあのデジタルになってますんで、まあ、そこでどう今までやってきたものをどう置き換えていくかっていうことが分かってる人たちっていうのが多分これからも 活躍でなるほどなるほど。でもあとは DX とかをやっていく上では、まあ、ちょっとこうあの本題というか本題 DX の話になると、うん、まあそういったコラボレーション、まあ、どちらかというとこういクライアントと業者みたいな関係ではなくて、うん パートナーとかチーム作りみたいなものがすごく重要になりますね、うん。やはりこう自分たちでできる社内でもう 1,、うん、1000級のエンジニアがもうなもうなんか数百人とかいますっていう会社であ,、うん、あれば別ですけど、うん、基本的にはそ,そういった会社日本には少ないですね。うん、ってなると必ず外部の力が必要です。うん、でこれ、まあ、なんとなくなんですけど。うん、あの あのこ今後、やっぱり従属関係で仕事をしていくと、なんかどっかでしっぺ返しが来るんじゃないかなと思って,て <laughs>、うん、でそれはやっぱりあの DX を具体化していくのってすごく複雑じゃないですか。うん、だから、最初の段階、まあ、例えば要件設計、要件定義であるとか、うんえー、その業務要件をどうシステム要件に落とすとかっていうのも、うん、綿密なコミュニケーションしないと、基本的にはかけ違いますねと。 うん、で綿密なコミュニケーションするのに距離が近い、要は心理的な距離が近いか近くないかって全然多分違うと思うんですよね。うん、相手が何でしょう、例えばベンダーさん側が、いや、これ言おうと思ったけどちょっとなんか言う空気じゃなかったからとか言って言わなかったら、一個一個のコミュニケーションがこうかけ違う可能性があって、うんうん、だからフラットな場を作る。うんでそう そうしていかないと、そのやっぱり他社を、うん、なんでしょう、社内以外の人も巻き込めない。うん、だから、そのなんか場,場作りじゃないですそういう和ませる人とか、はい、そういうキャラクターの人も、なんかむ今、なんか向くような気がします、うん。なるほどですね。そういう意味で言うとあの、あれでしょうね、今、あの大手企業、まあ、中小企業、大手関わらず、 全部その会社の自分たちの身内だけでいろんなコミュニケーションをしてでお互いの信頼関係の中にお互いのキャラクターも分かって話をしてるんで今川崎さんがおっしゃるようにそのデジタル化時代になってデジタルトランスフォーメーションと言われるようになると会社の枠を超えていろんな人とコラボレーションしてアジャイルでどちらかと,いうとみんながリラックス作ってるような世界であのお仕事をしてい,けいくような形になれば全くその信頼関係ができてない人とか、まあ、今まで交流もなかったような人たちも入ってくるんで。 その方々ともきちっとしたあの対応とかで、それでお互いの、まあ、力を合わせてえ、新しい付加価値づくりができるような人材を作っていくと、でそのためには、まあ、その先ほどみたいなオンラインのコミュニケーションとか、でそれから実際、デジタル空間での,そのお作法じゃないですけど、まあその仕事に、仕事に関するマナーとか、そういうところも多分しっかりしていかなきゃいけないって話なんでしょうね。うん、そうですねな、うん、なるほどなるほほどど いやあの、ね、今日いや僕、川副さんとね、EC, EC で前、ご一緒したじゃないですか。はいだから今回ね、デジタル人材っていうところで川副さんとあのなんかなご一緒できるって話だったんで、まあ事前打ち合わせしない方が面白いだろうなって、あの正直思ってたんですよね。なぜかっていうと、要するに DX って今まで人類史上経験もないようなことなんで、あの何が起こるかわからないのと、正解がないと。 き今日のこの,、まあえー、っとあの川添さんとの話のセッションも、まあ、ストーリーはなくとりあえず何が起こるか分からないというようなところでただ EC の時の信頼関係はあるんで多分大丈夫じゃないかなみたいないうところで初めてちょっと50分ほど話させていただきましたけどいや僕は今この空間の頃最初ちょっとなんかこう微妙にかみ合わないところがあったりとかそれからただそうは言っても50分後にはゴール決めなきゃいけないよねとか、うん、いうふうなところのお尻があって。 まあ、プロジェクトなんで、それで最終的にそのスコープ実現するっていうところに力を合わせていくっていう、まあ、この、まあ、あのー、セッション自体が一つの DX の、まあ、姿かなと思いましたけど、和江さん、今日どうどう思われましたかありがとうございます。<laughs> まとめとして、ありがとうございます。<laughs> そまあ、そうですね、その、うん、そういっまあ、一つの、まあ、おっしゃるとおり、一つの、こう、 ゴールに向かっていくけど、うん、まあその中でこうなんでしょうね行ったり来たりというか噛み合わない時もあればかみ,、うん、み,み合う、うん、だけどあのやっぱり一緒にやってよかったねっていうのが、うん、まあそれがなんか一つ一つ一つのプロジェクトで作んなきゃいけない雰囲気みたいな感じだったんですよね、うんうん、だからそれがあのれそれをこう連続的に生んでいく、うん 必要があるというか、まあ、DX ってななんか,か簡単そう、まあ、難しそうで簡単そうで,うん、うん、でよく分かんないみたいなうん、うん、でそこにやっぱりなんかデジタルっぽいというよりは人間味がこうある熱量とかあったかみみたいなのをまあ一個一個やっぱ生んでった方がうまくいくんじゃないかなっていうのは最後の <laughs> そうですねはいあ,のありがとうございます まあ今日ちょっとあのそういう形で HR テック。<music>